ですけど、そこに対して、うん、あの3つの条件が付けられたんですね、うん、でこれがね、この3つの条件でね、はい、これ書いてありますように、1つ目はね、うん、まず自給率、この自給率 25% っていうのを目安にしたい、うん、で現在 6% ですよ。